日本のモータースポーツマネージャー、元カートドライバー。1982年、ホンダ技研工業に入社し、モータースポーツ部署の広報や管理職を歴任。2019年以降は、ホンダ F1 のマネージングディレクターを務めている。1980年代から1990年代初頭にかけて、レーシングカートのドライバーとして鳴らし、 当時は全日本カート選手権のトップランカーの一人だった。1982年、ホンダ技研工業に入社。主にホンダ技術研究所の関連部署に勤務し、和光研究所でデザイン開発、栃木研究所では広報、宣伝畑に進み、四里に R&D センターの技術広報室長なども務めた。2016年にホンダ本社のモータースポーツ部長に就任。 フォーミュラ1やロードレース世界選手権、スーパーフォーミュラ、スーパー GT などホンダが関わるモータースポーツ関連全般を統括する立場となった。2019年、ホンダにおける F1 活動の重要性が増してきたことなどから、同4月に新設された F1 担当マネージングディレクターに就任し、社長直属の形で F1 関連の活動に専念することになった。 ありがとうございます。